はい、おはようございます。撮影を始めたいと思います。今日は以前から気になってた物件に来ております。というのもこの物件ね、大きい通りに面したところにある何階建てかな、4階建てか3階建てぐらいの建物なんですけど、何の廃墟かがよくわかんないんですよね。で、とりあえず人の出入りあるのかなと思っていろいろチェックしてたんですけど、リサーチした限りでは人の出入りはもうほぼない状態でした。もうこんなにね、雨漏りの跡もあるし、建物自体は結構傷みがひどい。で、早速、中に入ってきたんですけど、ここ何なんだろうね、このエリア。ドラムが置いてあって、で向こうの方にはね、なんかでっかなエレクトーンもあるんですよ。おそらくね、ここ荒れ方がもう半端ないので、きっとね、夜に肝試しの子たちが来て騒いでるんでしょうけどね。ここね、なんか楽器のスペース、ライブハウスみたいな感じだったのかなとも思うんだけど、ギターのねケースもあるし、ここに。で、なんかちょっと写真もね貼ってある、なんかボードみたいなのもあります。パーティールームかな、ここ。スペース的には厨房があってね、こっちと入り口入ってすぐのとこなんですよ。これ何の廃墟なのかがちょっとよくわかんない。でもね、ここだけ見たら、お店なのかなとか思うんだけど、こっちが厨房。もう当然、ガランだけど、何もないんだけど、なんだろうね、これ。これだけ見たらお店なのかなと思って。荒れてるよ、でもすっごく。ちょっとね、見ていきましょう。ここは何？あ、こう扉があるのに。あ、だからトイレか。なるほど。ここね、不思議な物件なんですよ。出入り口あるけど、ここ出たら下に通じる階段がないので、これ、出入り口の役割を果たしてないっていうか、でここ2階もあるしね、地下もあるみたいだけど、それは後で行くとして、でここがね1階部分になるのかな、2階部分よくわかんないんだけど、もうすごいな。なんか音楽に関係する施設だったのかな。ここにもね、ケンウッドのスピーカーが2つ転がってますね。もう色も変わっちゃって朽ちてるけど、夜来る人とかいるだろうな、きっと。でね、奥に行くと、なんかいろいろあるね。フロッピーとかある。ファーストクラス、何これ、ソフトワーク。なんかね、結構最新鋭の設備を備えてるっぽい感じの建物です、ここね。ビデオテープもある。うお、これすげえ、久々に見たな、ベータのテープ。へえ、ねえ、マイアミ。ビデオとかもあるし、映像とか音楽関係。ここね、モニターアームにつながれたモニターもあるしね。パソコンとかはさすがにないけど、デスクもあって。ここどういうスペース、ガラス張りになってて。なんかよくわかんねえな、ここ。そうかと思えば、こっちはね、オフィスみたいになってる。残留物もあるな。電気料金、あ、でもこれ外人さんが住んでたの？外人さんの名前だ、これ。じゃあもう外人さんがこれほかしてどっか行っちゃったんだね。テレビがまたレトロだな、これ。ソニーのトリニトロンね。えこれはこれでレトロでしょう。上にはね、
音楽、なんだろうこれ、 CD プレイヤー、いやこれアンプか何かかな。いやこれレトロな機械がたくさんある。これでも多分だけどやっぱり夜とかに肝試しで来るんだろうねこれ。あでもこれなんかの会社、いやカバンがさすげえもうこのまんまに置いてある。まあ中身はなさそうだけど何も。何これ写真、音楽、カメラ、そういった感じのものばっかり。なんだろうねこれ、ネガがどうたらとか書いてるから、あここ会議室だったんだ。会議するにはねえ外から丸見えだけどね、なんか内密にこう会議をするって感じじゃないな。どっちかって言ったらフルオープンな感じで会議をするって感じの部屋ですね。あちょっと待って、でもこれ民事とかさ業務六法、法律の本とかがいっぱいあるし、これここ弁護士事務所か何か、法人税に関するとかねえ。こっちにもね、実務六法、新判例体系、不動産登記総覧、なんか総合的な法律の事務所なのかな、司法書士とか弁護士とかねえ。土地家屋調査士って感じもするけど、あすっげえ5インチのフロッピーディスクってもう今見ないよね。うわすっげえなこれ、俺全部捨てちゃった。昔パソコンをやり始めた時、小学生ぐらいの時に、その時僕ね PC8801 っていうのからスタートしたんですけど、それはね5インチのフロッピーディスクでした。これ安いんですよね確かね、あの当時でも10枚1000円ぐらいで売ってたので、だからまあ友達からゲーム借りてきてコピーして、まあ、やっちゃいけないでしょうけどね、自分でね家でゲームやるのに友達の分をコピーしてねゲームやったりしてましたね。これ何、なんかの基盤、ウォーニングって書いてるけど Do not open the cover、 開けんなってことか。なんか機械とかがさ散乱してる、ビデオとかね、へーすごいな。なんか一番手前がねドラムとかさオルガンとかがあって、何の建物かなと、お店みたいな感じもしたんだけど、飲食店みたいな。だけどここら辺だけ見たら法律とかの本ばっかりかと思えばカメラだとかね、ホームページのなんかねサーバー構築ガイドとかもあるから、あーなんかミッフィーで開けましておめでとうございますだって、1999年、はいはいはい、ってことはこれが最後の年賀状だったとしたらもう21、2年放置なんだこの建物。そっか、なんかすっげえな。ここにも5インチのフロッピーディスクいっぱい入ってる。そうそう、こんな感じのケースを当時はねパソコンショップっていうのもそんなになかったから、電気屋さんでこういうケース入れて鍵かけられるやつでケースにしまってましたね。へえ、なんかいろんな機械がすっげえ残ってる、すっごいな。でもこういう応接のセットとかこの部屋何気にかっこいいよね。ねえ、あそこにもソニーのブラウン管テレビがぶら下げてあってさ、これ何、よくわかんないけどなんか書類が入ってる。
何書いてんだこれ、よくわかんないね。え、うん、すごいなここ。でもね、外はもうだいぶ朽ち始めてる。これも外になんかあるものを入れるなんか棚みたいなんだけど、もう崩れてきちゃってるもんね。うん、へえ、夜とか来たら怖いだろうなここ。うん、これなんでこの状態で放置。実はね、ここ駐車スペースにも草広がね4台ぐらい止まってるんです。なんていうのかな、キャンピングカーが2台で、あと外車が 2,3 台止まってる。だからすっごいね、地位のある外人さんが住んでたんじゃないのかな。さっきあったなんか手紙みたいなのは外人さんの名前でしたね。これエアコンとかもそのままついてるしね、室外機とか外されてないこれ。いや 3.5 インチのフロッピーディスクもいっぱい残ってるここに、ほら。なんあでクリスマスのこれ電飾でしょきっと、これねチカチカ光るやつだ。そういう余裕もあったんだ。へえ、ねえ、何の建物だろうここ。面白いここ、なんか不思議。ねえ、なんか変わったものないかな。でも法律の本とか百科事典も当然あるんだけど、法律の本とか判例、弁護士さんかな、でも不動産登記総覧っていうのもあるから、いろんな資格持ってた、すっごく頭のいい人ねえ、そんな感じがします。こういう本ってだって一般の人まず見る機会ないもんね。個人情報とかにつながりそうな、そういう重要な書類っていうのはないような気がする。あ、Windows だ。え、何これ、これ Windows サウンドシステム。へー、ねえ、いろんなソフトが置いて落ちてる。 Windows、 これいつの、これオペレーティングシステム。これすっごい古いな、いつのだろうこれ。この経理のやつだよね、小番頭って。またこのカバンがさ生々しいっていうか、まあ、ここはでも会議室ってなってるけど事務所みたいな感じかな。こんな感じです。はい、まあ、とりあえずねここね、まだ上にも下にも部屋があるみたいなので、ちょっと回ってみたいと思います。こんな感じでね、でここね玄関、ここから僕がいる手前側の方はなんだろう、これ事務所なのかな、この法律事務所とかの部屋のエリア。ここが階段でさ、階段でさ、まあ向こうにも入り口あるんだけど、でこっち側、これがだから事務室よくわかんねえな。だからここから右手がその弁護士事務所なのか法律事務所なのかよくわかんないけど、そういう偉い外人さんが住んではったとこなんでしょうね、もしくはオフィス。で反対側、こっちがね、まあトイレですよ、要はね、こういう感じで。あ、金具とか取られてないここ。普通にトイレ、ウォシュレットもあるんだよねここ、実を言うと。ほら、
結構生活レベル高えな。いやカビがすごいなこれ。もうこんなとこばっかり最近ね。えトイレ、あれシャワールームとかないか。ここはね向こうに繋がってるんですよ。だからこういう感じ。これ誰かさ、あれサイクリングの途中でちょっと休憩したとか。これヘルメット落ちてる。あ、この新聞いつのだろう。これ2009年って書いてるけど、2009年って、そんなに新しくは。あ、でも待って、この時刻表っていつの。あ、でも2010年だ。これもさっきの年賀状は1999年だしね。時代背景がよくわかんないです。これいつから廃墟なんだろうね。僕が気づいたのがね、僕がここを廃墟だっていうふうに気づいたのがどのくらい前だろう。もう10年ぐらい前だと思うんだけどな。なんか変なのあるなと思って、でずっとチェックしてたんですけど、人が出入りしてる気配がないんでね。ねえ、でここやっぱすごいよね。俺さっき気づかなかったけど、これなんていうのこれ、ことなのかな。これ楽器よくわかんないんだけど、すごいね。ドラムセット、ことっていうのかな、これ。なんかよくわかんない。もうほんとこういうのね、疎いんで。でこれめっちゃ立派なエレクトーンでしょ。これこっちにもね、なんか金ちゃんの仮装大賞とかでよく使うようなピンポンパンポンパンポンパンポンっていう叩く木琴なのかな、これ。そういうのもあります。でよく見たらこれもそうだよね。なんか太鼓ねえ、楽器が残ってんだここ。へえ、こっちもそうでしょ。何なんだろうねここ。お店っぽいけどここのエリアは。へえ、面白い。はい、じゃあとりあえずね、入ってすぐの階はこんな感じです。ちょっとね上にも行けるので上にも行ってみたいと思います。はい、じゃあちょっとね長くなってきたので、今回はここで一旦撮影を止めて、続きは次回に回してみたいと思います。はい、それでは、次回の廃墟動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。